皆様こんにちは。ささやき女官の館、管理人のアクアです。マリー・アントワネットの聖家でもあるハプスブルク家は、700年にもわたり君主国家として存続し続けたヨーロッパの歴史を語る上で欠かせない名家です。その一族からはマリー・アントワネットだけでなく、歴史に名を残す様々な英雄やヒロインが生まれていますが、その輝かしい栄光の裏側には切ない過去と黒い歴史を持っています。始まりはルドロフ一世が1273年にローマ皇帝に即位したこと。戦いは他の者に任せるがよい、何時結婚せよという家訓の通り、ハプスブルグ家は領土を結婚や征服、同盟の締結などにより領土を格段に広げていったのでした。16世紀カール5世の時代にハプスブルグ帝国は全盛期を迎え、1556年にそのカール5世が生前に王位を譲って引退。息子フェリペにはスペインを譲り、弟フェルディナンドにオーストリアを譲ったことで、スペインハプスブルク朝とオーストリアハプスブルク朝とが2つに分かれて始まりました。今回はそんなハプスブルク家の歴史の終焉にフォーカスし、3部、日の沈まない帝国とまで言われていた超大国のハプスブルク家が一体どのように終焉へと向かったのかというテーマでお届けしたいと思います。父のカール5世からスペインハプスブルク朝を受け継いだフェリペ2世、スペインハプスブルク朝の2代目となるフェリペ2世の治世において、その王朝は黄金期を迎えます。しかしそんな絶好調に見える王もある悩みを抱えていました。宮廷断絶に直結する世継ぎ問題です。フェリペ2世は3度結婚したものの、子供は次々に亡くなり、41歳になっても世継ぎができなかったのです。そして正当な世継ぎを残すため苦渋の決断に迫られたフェリペ2世は、実の妹の娘、つまり姪であるアナと結婚します。当時名門スペイン王室と臣下や格下の諸侯との結婚などありえなかった上、ヨーロッパ各地の王侯は次々とプロテスタントに改宗していたため、結局結婚相手の選択肢はオーストリアハプスブルク家くらいしかありませんでした。姪のアナとの間に生まれたフェリペ3世は生まれつき病弱でした。オーストリアハプスブルク家との間の三親等クラスの近親交による出生はこのフェリペ3世から始まりました。とはいえフェリペ3世の妃は8人の子供を産み、王位を長男のフェリペ4世へ引き継ぐことには成功します。フェリペ4世も世継ぎ問題には苦労しました。度重なる近親婚のためか、生まれる子供は身体が脆弱である傾向が高く、すぐに亡くなるパターンに見舞われました。また妻をも出産が原因で亡くしてしまいました。一人目の妃を亡くした後、彼は2番目の妃にマリアナでアウストリアを迎えました。マリアナでアウストリアとは叔父と姪との関係だったので近親婚でした。この2人の間に生まれたのがベラスケスの絵でも有名なあの愛くるしいマルガリータ王女です。近親婚の大きな影響は見られなかったと言われますが、スペイン大学の研究によると、マルガリータの均衡係数は親子間、兄弟間で出る数値の4倍だったことが分かっています。しかしこの最高の均衡係数を有し、その影響をあらわに生まれたのがマルガリータの弟として生まれたカルロス2世でした。カルロスは1661年、当初唯一の世継ぎ候補と考えられていたフェリペ王子が
4歳で死去した。その5日後に誕生した奇跡の子でした。しかしながらフェリペ王子を亡くしたばかりの王室に生まれたこの希望の子を宮廷の人々は間もなく呪われた子と呼ぶようになりました。カルロスは3歳になってもまだ乳を飲み、話せるようになったのは4歳、歩行できたのは8歳になってからでした。そんな我が子を恥じた父フェリペ4世はなるべく人目に触れないようにして、どうしても人前に出さなければならないときはベールをかぶせたことすらあったと言います。そして1665年父フェリペ4世の死去により、カルロス2世はわずか4歳で王位につきました。幼いために母親のマリアナが摂政の役割を果たしましたが、ただ年齢を重ねても一向に知能が成長しない彼への教育を母も宮廷も諦めました。知的障害も併発していたらしく、特に幼少期には衣服を身につけた動物のようであり、そのため彼は統治に必要な知識を学ばずに育つこととなります。何も学ばせないものの、彼の命を長らえさせるためには宮廷の人々は奔走します。というのもカルロス2世は宮廷のさまざまな支配者の関心の対象であり、彼を取り巻く人々の影響下に置かれ、簡単に餌食になってしまいました。やがて成長したカルロス2世は背が低く足が不自由で転換を患っており、老人性で35歳に至るまでに完全にハゲていたようで、また彼は生まれた時から死に瀕していたとも述べられていました。そして皮肉にも虚弱なカルロス2世は子供を作れる状態ではなく、子供を持つこともできませんでした。一人目の妻マリア・ルイサは結婚式ではその美しさがもてはやされましたが、精神障害の夫との愛のない結婚生活のせいで憂鬱症に苦しみ、病的なまでに肥満し、その後1689年に27歳で死去します。彼女の死によりカルロス2世の精神障害の症状も悪化し、マリア・ルイさんの亡骸を掘り起こして手元に置くなどの奇行が始まりました。やがて多山の家系出身とみられていた二人目の妻マリア・アナをめとりましたが、この結婚も成功しませんでした。自らを何かに呪われていると信じ込んでいたカルロス2世、彼は数代続いた咎を一手に引き受け、呪いを止める役割を担っていたのかもしれません。体には多くの疾患を抱えて病気に満ちた人生を送っていたカルロス2世は、こうして子もなく着子もなく1700年38歳の時この世を去りました。スペインハプスブルグ家はここで断絶するわけですが、オーストリアハプスブルグ家の方はその後も世界に君臨し続け、数々の英雄を生み出していくのです。16世紀、兄のカール5世からオーストリアを譲り受けた弟フィルディナント、こうして始まったオーストリアハプスブルグ朝ですが、その後30年戦争での大敗やフランスとの確執を切り抜けながら、1742年マリア・テレジアが夫フランツ1世と共同統治を開始。スペインハプスブルグのカルロス2世が亡くなったのは1700年ですので、オーストリアハプスブルク朝の方はその42年後にいよいよといった勢いです。マリア・テレジアは16人の子供を設け、政略結婚による外交革命を行います。末娘のマリー・アントワネットを長年の宿敵フランスのブルボン王家ルイ・オーギュスト、後のルイ16世と結婚させたのも
その一環なのです。そんなオーストリア・ハプスブルク朝の権力に陰りが見え始めたのは、フランス革命やナポレオンの欧州制圧などの歴史の大きな変換を経て、1848年にフランスで起こった2月革命をきっかけに、ヨーロッパ全土で自由主義、ナショナリズムの運動が盛んになり始めた頃です。オーストリアではウィーン3月革命によって詳細メッテルニヒが失脚するなど混乱が続きました。その最中で18歳のフランツ・ヨーゼフ1世が皇帝に即位。フランツ・ヨーゼフ1世とはあのエリザベートを見初め妃にした皇帝です。1859年イタリア独立戦争が勃発し、フランツ・ヨーゼフ自ら人道指揮にあたるもこの戦いに大敗します。その後1866年プロイセンに不応戦争で敗北して、不応戦争のプロイセン王国の勝利をもってドイツ連邦が解体・解消されました。この時代ドイツの35の領邦と4つの帝国自由都市がハプスブルグ家を盟主として神聖ローマ帝国を構成していたのです。多民族王朝であるハプスブルク帝国はこういった独立運動の機運の高まりとともに国力が衰退していきました。そこでフランツ・ヨーゼフはハンガリーの独立欲求を抑えるためにオーストリア・ハンガリー帝国を誕生させました。このオーストリア・ハンガリー帝国成立に貢献したのが妃エリザベートの存在でした。エリザベートはかねてからハンガリーを愛し、ハンガリー語を習得するなどして民衆から絶大な人気を誇っていたからです。その後ヨーロッパの勢力図は刻々と変わっていく中、ハプスブルグ家内でも次々と不幸が押し寄せました。皇太子ルドロフの自殺、妃エリザベートの暗殺、ハプスブルグ帝国はかつてのような権威を失ってしまいましたが、それでもフランツ・ヨーゼフ一世は堅実な皇帝として黙々と国家の業務をこなしました。1914年オーストリア・ハンガリー帝国の次期皇帝継承者フランツ・フェルディナンド大公夫妻がサラエボで暗殺されます。フランツ・フェルディナンド大公とはフランツ・ヨーゼフ一世の弟の長男です。フランツ・フィルディナンド大公夫妻がサラエボで暗殺されたとの一報を耳にしたフランツ・ヨーゼフが発したとされる最初の言葉は、恐ろしいことだ、全能の神に逆らって報いなしには済まない、世が不幸にも支えられなかった古い秩序をより高い力が立て直してくださったであると伝えられています。王朝の継承者たるフランツ・フェルディナンド大公が既成結婚をなし、王朝の義務に反したことに対して神が天罰を下したのだとフランツ・ヨーゼフは見なしていたのです。このような反応を見せたフランツ・ヨーゼフではありましたが、王朝の体面を守るためにも皇位後継者を殺されて黙っているわけにはいきません。こうしてこのサラエボ事件が一つのきっかけとなり、第一次世界大戦が始まることとなります。それは68年間にわたる在位を誇るフランツ・ヨーゼフが亡くなる2年前のことでした。1916年にフランツ・ヨーゼフ1世が亡くなった後は、フランツ・ヨーゼフの弟の孫であるカール1世が即位しますが、第一次世界大戦の敗北によりカール1世が退位し、約700年にわたるハプスブルグ家の君主国家はついに幕を閉じました。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。今日のお話を気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また
チャンネル登録の横のベルマークの通知設定を押していただきますと、新しい動画がアップされた時すぐに通知が届くのでおすすめです。それではまたぜひささやき旅館の館へお越しくださいませ。次回の動画でお会いしましょう。